ボルガタタール人、ボルガタタール人、ボルガタタール人は、ロシアのボルガ川中流域、イデルイコール、ウラル地方に居住する、トゥルク系民族。ロシア連邦内にタタールスタン共和国を形成している。シベリアから東ヨーロッパにかけて分布するタタールと総称される、トゥルク系諸民族の中で最大のグループであり、しばしばターンに、タタール人とも言う。 タタールスタンの首都火山に居住し、歴史的に火山半国を建てたグループを特に火山タタール人、勢とも言う。ボルガタタール人は、タタールスタン共和国を中心に、ロシア連邦の各地に住む民族である。統計上の総人口はおよそ550万人で、ソ連崩壊後のロシアにおいて、ロシア人に次ぐ第二位の人口をする。ただし、統計上、 クリミアタタール人以外のタタール人は皆、ボルガタタール人と同じ、タタール人として形状しているため、ボルガタタール人単独の数値ではない。タタールスタン共和国の人口380万人のうち50%強がタタール人で、タタールスタンはロシア連邦の広ア系民族の国の中では特に高い経済力、政治的発言力を持つ有力な連邦構成主体である。 タタール人はスンナ派のムスリムを主体とする。元来あったモンゴロイドの要素は一部を除いて、形質的にはほぼ高カソイドで、外見で、ロシア人との見分けをつけることは、外国人には難しい。もともとフィンウゴル系民族が主体であったボルガ地方に、トュルク系民族が流入するのは七世紀のことである。この頃、アゾフ海北岸から、国海北岸の方面で、 遊牧国家を形成したトゥルク系のブガールが分裂し、精神した人々はドナウ川流域にブルガリア帝国を建設してスラブ化してゆくが、闘神した人々はボルガ川中流の屈曲部に定住して、ボルガブルガールと呼ばれる王国を建国、ボルガ川下流域に勢力を拡大したトゥルク系の遊牧国家ハザールに服属した。10世紀にハザールが衰退すると、 ボルガブルガールは、ハザールに代わって、中央アジアのイスラム勢力と、西のルーシ、ロシアの人々との間の中海交易に、携わるようになって繁栄した。13世紀初頭、東方の草原地帯に、モンゴル帝国が起こると、ボルガブルガールは、その侵攻を受けるようになり、1236年に、バトゥヒいるヨーロッパ遠征軍の最初の標的とされた。征服された後は、 バットの建てたキプチャクハン国、ジョチウルスに併合された。モンゴルの支配下で、ボルガ地方には、ボルガ下流域のトゥルク系遊牧民キプチャク系の人々が、坂に流するようになり、民族の混交が起こって、言語的にもキプチャク化していった。ボルガタタール人の先祖となる人々は、こうして形成されたが、言語的にトゥルク諸語のうちでも特殊なグループにするブルガールの、 言葉の特徴を残しているのは、ボルガタタールよりもむしろ北に住む、チュバシ人である。キプチャクハンコク時代は、南の草原地帯が諸勢力の攻防の舞台となった、ため、ボルガ中流は、歴史の中心から外れていたが、15世紀に、チンギスハーンの末裔同士で草原で、繰り広げられていた、王争いに敗れた王族ウルグムハンマド、イムハンマドという人物が1438年に、 ボルが中流域に交代して、火山で大いにつき、火山反国を建国した。火山反国は、南の草原から持ち込んだイスラム教王を支配下のボルが、中流域に広め、東西の中継交易を掌握して繁栄したが、16世紀に、ハイルと大いをめぐる争いから衰退し、1552年に、ロシアのイヴァン4世によって征服された。こうして、ロシアの支配下に入った。 火山半国の移民のトゥルク系ムスリムが火山タタール人となる。ロシア帝国の下で火山にはキリスト教の文化が持ち込まれ、ロシア人が流入してきたためにタタール人はロシア帝国の各地に拡散していった。一時はイスラム教の信仰も廃れ、キリスト教に改修してロシア化していく者も,も増えたが、18世紀に入るとエカチェリーナにセイラの啓蒙先生君主の下、 ロシア帝国はイスラム教の抑制を改め、ロシア文化に親しんで文明化したムスリムであるタタール人のイスラム信仰を保護し、未だ野蛮な中央アジアやカフカスのムスリムの教権にあたせようとする政策に転じたため、ボルガタタール人はロシア帝国家のムスリムの最先進民族として優遇されるとともに、中央アジアやカフカスの各地で商業を、 公益活動に従事して富裕な共同体と発展していった。19世紀末から20世紀初頭には、ロシア帝国のムスリム諸民族の教育、文化を改革し、ロシア帝国の枠内での自治を認めさせることを目指す、運動の主導的役割を果たし、一部は中国領の東トルキスタン、新疆にまで進出して、新疆の民族運動に加わった。ロシア革命では、 ムスリム諸民族を統合した連邦を作り、ソビエト国家の枠内での自治を実現しようとする、カタール人共産主義者ミールサイトするタンガリエフラが活躍したが、ロシア人主体のソビエト政権は民族ごとの自治領域を設定して、ムスリムを民族ごとに細分することにし、1920年にカタール人の自治領域として、カタール自治共和国が、 現在のタタールスタン共和国地に建設された。また、ロシア帝国の末期頃から、ボルガのタタール人は、ウルガール人の末裔であると主張して、ウルガール人の自治実現を目指す動きも起こっていたが、タタール自治共和国の建設ともに、これまで漠然とタタールと呼ばれていた人々をまとめて、指す民族名として、タタール人という名が公式に設定され、 オルガタタール人のみを指すブルガールの民名は否定された。その後、ソ連末期に比較的大きな人口を持つクリミアタタール人がタタール人と別民族であることを認められたが、現在もその他のタタールはタタールと創造されたままである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。